を取り返して離したらいらない世界を離したら教えてくれるかな。ハラを見してくれ、ハラを見してくれ、ハラを見してくれ、ダックルチャーの 2K ロフト付き。せーの、こんにちは。そう、始まりましたナックルチワワの 2K ロフト付き、お相手はナックルチワワリーダーサイキティと、前園社長と復縁する前にちょっとだけ剛力ちゃんと付き合ってたベニコです。これもうオンエアの時全然リアルタイムじゃない。日本撮りなんでね、日本撮りなんで、あんまりジジイを2本目に持ってこないでほしいですけれども、この番組はナックルチワワ両翼の2人が 2K ロフト付きの自宅からファンシーアニマルをお届けするネットラジオ番組となっております。やっていきましょう、やっていきましょう。はい、第2回これが続いていくんだなって感じしますね。うん、1回目のさ放送でさ、はいはい、こう全部初めてだったじゃないですか、うん、でこのコーナーもまあお披露目だったわけじゃないですか。お便りコーナーもやって、うん、のあとアニマル雑学、アニマル雑学やりましたが ね、あのアニマル雑学はこうヤギ先生のアニマル雑学っていうことで、そうヤギ先生ベニコのね、そうベニコのお友達であるヤギ先生がね登場して雑学を教えてくれるっていうコーナーでした。まあ今日もやりますけど、あれは何、はいはい、ですか。あれはあれは、うん、ネットサーフィンが好きなおじさん、ヤギ先生、ヤギ先生友達のね、そう。あ、学者さんとかじゃない？あ、じゃないじゃないじゃない。ネットサーフィン、まあ、でも、本当にすごいネットサーフィン好きだから。あ、じゃあもう、暇なヤギ。まあ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 。はあ、いや、まあでも、もう先生って言っていいんじゃないってぐらいネットサーフィンしてるよ。あ、そうなんだ、うん。あ、なんかすげえ偉そうやったな。この後会うんやで、ね。なんでも、うん。今日あるからね。そっか、ヤギ先生。めちゃめちゃ、今後も気になる存在ですけれどもね。いやいやいや、どうですか、ベニコさん、今週は。今週はもうね、うん、まあ、おうち時間だけどさ、またの話になっちゃうんだけど、うん、はい。うん、もうずっと、まあ、ベニコもネットサーフィン、ああ、まあ、さらに言うならあれですよ、キティの誕生日をね、ずっと選んでるわけ。これが、まあ、なかなか楽しくてさ。プレゼントですか。そうそう、プレゼント。そうね、誕生日の。キティ、来週ね、オンエアの次の週の23日がね誕生日なので、そう、なんかベニコが誕生日プレゼントを選んでくれてるみたいでね。そうで、これさ、ほら、うん、言うのもさ無粋なんだけど、うん、俺がそのもらって嬉しくないものをこう誕生日プレゼントとかもらった時に、うん、いやなんか相談してよみたいな、ちょっとなんていうの、まあ、まあまあまあ、うん、俺はそのなんていうのか、実際もらった時にさ、うん、その秘密でもらうっていうエンタメ性よりもさ、その服とかもらったりしたらさ、サイズとか合ってなかったりしたらさ、あーなるほどね、あーって思うわけ。でも記念わけにもいかねえしな、サプライズよりは実用性というか、そう。でそいつと遊びに行くときにさ、そのサイズ合ってね着て服をさ着てかないといけないじゃん。確かに、そういうのも嫌だからさ、はいはいはい、そのちょっと無粋だけど聞いてさ、キティにこの前ね、うんうんうん、聞いて、はい、そうそうそう、くれましたね。今何欲しいのとかさ、うん、足りないアイテムとかないのって、ないのその服のね、うん、そしたらなぜピアスととあれだね、襟付きシャツって、そうそう、長袖のね。俺でもなんかピアスはさ、うん、そうそう、それびっくりしたね。俺の前でさ、うん、まあ、メンバーで飲んでる時にその場のノリでさ、キティにピアスを、うん、開けようぜ、開ける会みたいなのがあって、ね、なった。でまあそしたらさ、その時のファーストですから、なんかこうちゃっかりね、そう、自分で買った、まあ、自分で初めてピアス買って、そうそう、つけてて、まあ、これをね、ベニコ相当ダサいダサいとね、そう俺はもうめちゃくちゃ言っちゃったけど、言ってたよ。それブランドものだったんですね。そうもう一切言わなかったけどね。いや俺本当にマジで2、300円でさ、うん、どっかなんか駅中入ってるさ、うん、なんかそういう店とか雑貨屋さんみたいなね、そうそうそう、うん、買ったのかと思って、俺もダセダセ言い訳ちゃった。それが判明したのがそれね、そのプレゼントの下りの時に、あ、ごめんねと思って、俺は、あれは反省ですね、ごめんなさいでした。結構そういうこと多いからね、メリコ。
もしかしたらを考えずに、なんか、発言してしまうじゃないですか。この、なんか悪く言っちゃうじゃないですか。そのバックボーンを考えずに。これね、車の運転しちゃダメですよ。かもしれない運転ができないからね。これやばい。プレゼントをそうでも選んでて。そうね。うん、で、まあ、何で選んで、まあ、ネットでさ、うん、まあ、これでも本当楽しいね。ずっと携帯見てるもんね。ずっと携帯見てるでしょ、最近。ずっと見てる。そう。ラクマとかさ、そう、うん、俺は最近ようやくフリマアプリを始めてさ。ね。そうそうそう、もうずっと見ちゃう。ずっと見てるでしょ。ずっと見てる、ほんとに。最近の俺といえばもう取り憑かれてるからさ。結構声出してるもんね。うん。とか。そうそうそう。全然欲しくなくっても、うん、そのなんていうの、原価とかさ、定価とかから、かけ離れたものとかがあると、俺つい買っちゃいそうになる。絶対いらないのに。身を滅ぼすな。そうそうそう。何これみたいな。なんでこんな値段なのみたいな。リボ払いでな。ダメだ。もう取り憑かれてますよ。じゃあそろそろ行きましょうかね。はいはい。はい。さあ、ではこちらのコーナーに参りましょう。はい。お便りコーナー、電書バトル。はいはい。このコーナーではナックルチアオファン、通称チクショーから事前にいただいたお便りを紹介するコーナーです、はい、ではまず最初のお便りいってみましょう。ベニコよろしく。クルクークルクー。お、ハトくんありがとう。ちょうどじゃあ今来たからこれにしようかな。はい、はい、ラジオネームピロリンさん。はい、こんばんは。こんばんは。私はレイちゃんが大好きで、ナックルチュアもレイちゃん経由で知ったのですが、うん、今ではすっかりナックルチュア自体のファンです。 ありがとうございます、うん、ところでお二人の好きなサンリオキャラクターと欲しいグッズと、レイちゃんにあげたら喜ばれそうなグッズは何ですか？なるほど。はいはい。そうね、サンリオキャラで好きなのはベニコさんなんですか？サンリオキャラね、うん、マイメロですね、なんだかんだ。あ、そうね、そうなの。うん、結構前から言ってたもんね。そう、うん、なんだろうな、アニメとかね最近見るようになった。うん、昔のやつとかね。確かに可愛い、ね、なかなかいいものですよ、マイメロとは。いいやつだよ。すげえいいやつ。友達やん。マジでいいやつなんだ。マジでいいやつなんだ、うん。そうね、確かに前のラジオとかまで聞いてたもんね。ラジオも聞いてる。ラジオなんてもうなおさらいいやつよ。だって、あれだって好きと好きの掛け算やもんね。そうそうそう、ラジオも好きで前メロも好きやったら。前メロラジオね、今もやってるけど面白いからね。ショート短いですね。そう、ぜひ聞いてほしい。あので、YouTube にも、これは公式で上がってるから、ラジオのアーカイブ。そうか、そうか。じゃあ、これ終わったら、いいね。そう、そのまま、サンリオラジオで。後ろめたしないな。マイメロラジオでさ、そうそうそう、うん、公式か聞けると、公式からね聞いてください。いいですね。キティはね、あのアグレッシブレツコっていうサンリオキャラが大好きですね。俺それキティで知ったもん。あ、やっぱそうですよね、うん、そう、なんかね、これ最近のキャラクターなんやけど、日本ではあんまりあの跳ねてないやけど、あのネットフリックスで公開されたアニメやから、はいはい、結構世界で海外で人気が、あ、そうあるみたい。うん、あの日本の、まあ、いわゆる昔からイメージされるような OL、うんうん、あ、 OL？ OL なの。だからね、もう世界観は完全に人間世界。主人公 OL で上司がいてとか同僚がいてとかっていうのを、でもちょっと日本っぽい、もう完全に日本だよ、ね、オフィスのオフィスの感じ もうビルで、そう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 、まあ、丸の内 OL みたいなイメージするあれが全員ファンシーキャラ。あで、そう、結構毒気もあってね。でね、今ちょうどあれやってるよね。ん？総選挙よ。あ、そう、サンリオ総選挙の時期でね。そう。俺入れましたよ、レツコに。あ、入れた。うん。ほんと。俺はね、そうそうそう、まだチェックしてないんだけど。合わせてない。うん。今1位なんだったっけな、なんだっけ。いやー、あれね、今年も楽しみですね。楽しみですよ。新幹線にも入れたいけどね。新幹線はさ、もう、うん、まあまあまあ。入れたいけれど。欲しいグッズとレイちゃんにあげたら喜ばれそうなグッズ。うん、欲しいグッズね、キティはあれね、髪がね相当伸びてきたから、うん、やっぱゴムとかピン止めが今実用的なね。そうそうそう、あれはいくらあってもいいですね。あ、でもそうね、あ、でもベニコも実用的なやつかな。だからなんかベニコでいるときに身につけられるものとかだったら、ああ、
そうよね、うん、普段身につけてるものってやっぱ紅子の時身につけれないから。そう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 、なるほど、大変なのよ。確かにね。あ、わかるわ。そう、それでれいちゃん、れいちゃん、れいちゃんはね、正直何が欲しいか皆目見当つかんね。うん。まあでも何でもね、割と何でも身につけたりとかするんですよね。うん、でライブの時とかは、まあ、やっぱりがっつりパンクな格好で来るけど、うん、なんかリハとかでね来ると結構お客さんからもらったもんとか、うん、そう、結構プライベートでつけてるよね。なんていうの、かわいい系のね、うん、やつとかつけてることとか多いから。そうそうそう。割と何でも喜ぶんじゃないかな。結構意外とかわいいのもつけてたりするから。ただサンリオでレイちゃんが身につけてるっていうと、バツ丸とケロッピーはよく見るかな。よく見るよね、あのヘア止めで。そう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 、うん、あれ確かによく見るな。バツ丸に入れてたかもね、レイちゃん。あ、そうなん。選挙でなんかそんなんか見たような気がするけど、推しなんや、うん、まあ、確かにバツ丸なんかね、ちょっとアウトローなキャラやもんね、サンリオの中で。アウトローなの。うん、あのピューロランドの乗り物乗った時もそのバツ丸のとこはちょっと悪で、あ、パチンコとかそういうイメージのキャラ。パチンコ、パチンコの中にいたよバツ丸。パチンコCR バツ丸。あ、そういうわけじゃないけどそういうわけじゃないけど、なんかバツ丸を表現する世界観の中にパチンコがあった。あ、そう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 、なんかだからちょっとアウトローな感じで、レイちゃん好きなんかも知らんな。はい、じゃあ、うん、クルックークルック、お、入ってきたよ。次のお便りかな。きったね、ハト。きったね、ありがとう、ハトくん。はい。そうかい。じゃあ、ラジオネーム、ロアちゃん、マジロアちゃんさんからですね。はい。はい。キティちゃん、ベニちゃん、こんばんは。こんばんは。これまでにたくさんの音楽を聴き、お二人の糧となっていることと思いますが、中でも特に衝撃を受けたとか、うん、その後に影響したような楽曲の話を聞きたいです。なるほど。はい、どうです、ベニー。ありがとうございます。さんからいきますか。はい、じゃあベニーさんね、うん、ちょっとね、なんていうのかな、いやそういう話が聞きたいんじゃねえんだよってなっちゃうかもしんないけど、うん、ベニーさんはね大学生の時に、うん、そう軽音サークルの時にさ、ほうほう、そう、まあ、その時結構かたくなに、うん、そうそう、まあなんていうの、パンクとかさ、うん、そういうのしか聞いてない時期だったんだけど、はいはいはい、で俺もそれでいいやって思ってたの、うん、別に練習とかもしてなかったし、その時本当に、はいはいはい、別に何々を目指してるわけでもなかったしさ、うん、っていう時にそのリハスタの、なんだロビーでさ、うん、当時パスピエっていうねバンドが、まあ今も、うん、そうバリバリやってるバンドなんだけど、うんうんうん、で全然さパンクとかそういうわけじゃないんだけど、うん、なんかいいなって思って、どっちかというとちょっとおしゃれな、おしゃバンド、うん、おしゃバンド、そうそうそう、うんうんうん、あれ聞いた後はねだいぶ練習した、でそれが今の俺の糧になってると思う。ああ、そりゃすごいね、うん、じゃあもう今に生きてるんだ。スリーコード万歳だったから俺それまで。ちょっと今とほんと全然パスピエを聞いてからとベースはね本当に変わったと思う。なるほどね、うん、まあ、確かにパンクを入り口にするとそうもっと上手い音楽を聴かないと楽器は上手くなんないんだよな。スタートが低い位置におるから、ね、かね、ぜひ聴いてください、パスピエ。僕も聴いたことないんでね、まだ。うっそ、そうそうそう、聴いてみようと思います。じゃあキティさんは、キティさんはまあザ・ピーズですね、うん、パンクバンドなんですけど、何がいいかって結構これ青春パンクとかの土台になったバンドではある。そうそう、性的な部分とか、ほうほう、ちょっと豪快な歌詞が、まあ、好きで、まあ、キティはもう何かとピーズピーズ言ってるよね、でも、うん、確かに、まあ、前やってたバンドとかもちょっとピーズイズムがあったりとかってよく言われてたぐらいで、うん、結構影響を受けてるんですけど、なんかねピーズの面白い特徴がね、歌詞の中でこの何々2の2をうんって言うんですよ、うん、代表的な曲でねクズになってゴーっていう曲があるんですけど、クズになってゴーじゃなくて、ね、クズになってゴー、なんか朝になってもじゃなくて朝になってもとか、このにおうっていう表現が結構かっこいいなって影響を受けて、あのナックルチャーでもさ、ファンシーアニマルパンクバンドの歌詞でも、何かな、もくもく煙の中でって、煙の中でじゃなくてあえてうって言ってみたり、フロアンウズオーとか、なんかそういう言葉の使い方でなんか
影響を受けちゃったかな。なんだこの日本語って思われてるかもしれないけどね。はい、そんな感じですかね。ではお時間ですね、はい、ありがとうございました。このコーナーでは引き続きお便りを募集しております。ベニッティに聞いてみたいこと、語ってもらいたいこと、目撃情報、これ聞いてなどございましたら、はい、2K プラスロフト、ノート2020 @gmail.com までよろしくお願いいたします。採用者には、番組特製とステッカーを差し上げます。ありがとう。ありがとう。クルックー。ナックルチアワの 2K ロフト付き。続いてのコーナーはこちら、ヤギ先生のアニマル雑学。ファンシーアニマルパンクという独自のジャンルを突き進むナックルチアワをさらに楽しむため、ベニコのお友達ヤギ先生とともに動物の知識を高めていこうというコーナーです。ヤギ先生よろしくお願いいたします。おほほほ、給付金でMacBook を買うヤギ先生じゃよ。ネットサーフィンしようとしてる。キティ君、ちゃんと宿題のアニマル雑学は用意してきたかに？はい、先生、今日も用意してきました。本日用意してきた雑学は、ネズミはチーズを好んで食べない。ほうほう。です。トムとジェリーなどでね、描かれてるように、ネズミといえば、チーズが大好物といったイメージがありますけども、実際はね、他に食べ物があるときは絶対に食べないそうですね。びっくりですね。サイキティ君、よく調べてきたね。ありがとうございます。糖質を多く含むものも、先生、もう一度お願いしていいですか？糖質を多く含むものが好きで、嗅覚が発達しているため、発酵食品は避ける傾向があるんじゃ。はあ、さすがヤギ先生。もう僕の持ってきたやつにいつも上乗せしてね、教えてくださる。勉強になります。ありがとうございます。では、じゃあ続いてヤギ先生からも、本日のね、アニマル雑学をお願いします。今日のアニマル雑学は、はい。昭和の大横綱、大鵬じゃ。優勝回数は32回、12年連続優勝の記録を持っているんじゃよ。逮捕動物。当時の子供の好きなものを並べた巨人、大鵬、卵焼きという言葉が流行する。知ってるよ、うん、知ってるけど、昭和を代表するスターじゃな。卵の方が動物やわ、どっちか言ったら。そんな大鵬、実は1日でビールの一升瓶を20本、36リットル飲んだり、4時間ほどで5升飲み干して、翌日の朝稽古に出たという、大変な酒豪でも有名だったそうじゃ。動物ね。うん、え、ん、なんだ、岩木先生、なんだ、大鵬は、大鵬は動物じゃないんじゃないですかね。大鵬は、大鵬は、動物だろ。いや、あ、はい、お時間がね、はい、また来てしまったというわけでね、はい、以上ヤギ先生のアニマル雑学でした。なんでそう思う、はい、皆さんもベニキティに教えたい動物に関する雑学があれば、 2K プラスロフト2020@gmail.com まで送ってね。おい、はい、ありがとうございました。ナックルチアワの 2K ロフト付き。はい、エンディングとなりました。はいはいはい、うん、お疲れ。第2回ということでね、なんか初回よりはまあちょっと肩の力が抜けた感じはあるかな、うん、まあだいぶね、うん、ヘラヘラやらせてもらいました。芸人さんのラジオとかでも見てて一緒よね。そうそう、そう、どんなにいいラジオでも初回が硬かったり、初回硬いよな、そう、うん、どん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 面白くなっていくよね、なんか、うん、そうなればいいですよ。そうなればいいですよ。いや、さっき会いましたよ、んヤギ先生と。ヤギ先生すげえ怒ってたぜ。なんか失礼あったんじゃないの。なんか大鵬は動物やみたいなことを言うから、う、う、違うんじゃないか。あ、それ言ったら、そう、すっごい、あ、どうせあれでしょ、ネットサーフィンしていた知識なんでしょ。まあでもな、いい大人だからな、やっぱり、うん、
あんまりなやっぱ指摘、うん、ちょみたいな小わっぱに指摘されて、うん、いい気分はしなかったの。しなかったのかな、うん、結構怖いんだよなあの人。怖い怖い怖い、うん、ちょっとキキはね苦手ですね、ヤギ先生のこと。ならなら、うん、来週もあるのかな。いやね、今回ちょっと2本撮りっていうことで、はいはい、まあ、1本目と合わせて撮ってみましたけどね、うん、次はねちょっと違う日に撮ろうと思ってるからね、またメールね、またねメールとかもよろしくお願いしますね、はいはい、うん、そうだね、じゃあそろそろ行ってみますかね、はい、最後は、2個占いです。はい、今週ラッキーな人はいて座のあなた、はい、友達との会話の節々に、お、インテル入ってるね。めっちゃインテル入ってるじゃん。お、対応すると、もっともっとハッピーになりますよ。それではまた次回、おやすみなしゃー。